今日沖縄県知事選告示されました。選挙戦1日目が今日は終わりました。今日はですね、このコザストリート、小屋十字路で、なんと玉城デニー氏、佐喜真淳氏、そして下地幹郎さんの街頭演説、3人の3候補がこの沖縄第2の都市で街頭しました。やはりこの北部の発展、中部の発展、そういったことを非常に訴えていましたね。先ほどまでね、夕暮れが美しかったけど日が沈みました。このコザ地区っていうのは玉城デニーさんの生まれ故郷、このコザでロック青年だった玉城デニーさんが今は知事になっています。この沖縄県知事選は玉城デニーさん2期目再選、もしくは前回の惜敗した佐喜真淳さんなのか、そして下地幹郎さん、この3候補で争っています。政治アナリスト政局コーチのサオでは沖縄県知事選を精力的に最終最後まで現地からお届けします。ぜひ皆さん YouTube のチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。戦いが終わり、ね、自転車を片付けてますね。